生駒市はタブレット端末を利用した手話通訳サービスを県内の自治体として初の取り組みを行っています。このサービスはタブレット端末を使って来庁者が手話通訳者と手話で会話し、その内容を窓口の職員に音声で伝えます。一方、職員との会話は通訳者が手話で来庁者に伝えます。これまでは手話通訳が必要な場合、手話通訳者派遣のために事前予約が必要でしたが、予約なしでも手話を利用できるようになりました。また音声を文字に変換するアプリを導入したタブレットなども用意しました。手話通訳者の派遣の予約に間に合わなかったり、転入してきた方などで生駒市の派遣制度をご存じない方にご利用いただいたりと、コミュニケーション手段の選択肢を増やすことが必要だと考えました。市では今後も障害の特性に応じたさまざまなコミュニケーション手段の整備を進めていきたいとしています。